はい、皆さんこんにちは。今日はね、姫路のオープンガーデンをね、ちょっと集中して回ろうかなと思ってね、まず里山ガーデンさんにね、ちょっと来てみましたけどね。ほんで前期と後期とそれ両方と分かれてましてね、オープンされる時期がね。そしてそのオープンされる時期だけ多分これ駐車場が用意されてるんだと思うんですよね。はい、里山パークと書いてあるね、これ、それでここ駐車場用意されてますんでね、ありがたいよね。ただここからちょっと歩かなきませんねんけどね、オープンガーデンのね。はい、ではちょっと歩いていきましょう。ここからね、ちょっと200メートルぐらい歩かなあかんと、100から200メートルぐらい歩かなあかんと思いますんでね。はい、ちょっと行ってみましょう。はい、P と書いてるところがね、駐車場ですね。そこから降りてきて、こっち側に向かっていきます。どんつけの右が里山ガーデンになってますんで、そこまで歩いていきます。はい、このようにね、あれがありますんでね。で、駐車場の位置はこれ、地図で見てください。ね。動画止めてみてくださいね。受付用のがあるのかな。コンサートやってんねんな、これ。21日。でもね、3日間しかあれへんからね。なんか受付せなあかんらしいから。行ってみましょう。どこやねん。現在地受付、向こうか。はい。こういう受付の困難があるんでね。あ、人来とるな、何人かね。ここ受付なのか、ちょっと分からへんね。はい、里山ガーデン自体は広いらしいから、しかしこのご自宅さんのこの庭はね、この時期しか見れないらしいですね。で、地図もらえますんでね、これ散策路になってますけど、めっちゃ広いんでね、ちょっと今日は行けないですけど、こういう感じでね。ああ、やっぱバラが綺麗な。バラ売りそうか。つるバラが綺麗に咲いとるね。アーチ状になっとるし、ここがまあ、今ちょうど真っ盛りになってますね。で、そこがね、受付になってますんでね。やっぱりバラが綺麗な。で、ちょっとこういうふうに座れるようなところもあるし、オリーブの木かな。これは何でしょう。まあ、花の名前ちょっと私も詳しくないんでね、あれですけど。下にもなんか咲いとうけどな、あれ綺麗払えけどな。これはクレマチスかな、ね、カザグルマかな、何でしょうね。よく見る花やね、これ。はい、ああ、裏庭にも生きるわ。よいしょ。うわ、ローズガーデンみたいになってる、綺麗わ。これなんちゅう花。ちょっとまた後で調べなかな、これ。ルピナスではないけどね。ちょっとこれ。でかっ。うわ、綺麗わ。この辺にちょっと。
見逃してますけど、この上、さっきの下の段やね、これ。ここもアーチ状になっとって、見ることできるしね。座って見ることができるし。ね、ここもここちょっと暑い時はこの日傘の下でピンク色の綺麗なバラ、ツルバラ見れますね。綺麗ですね。よいしょ。芍薬が咲いてますね。芍薬とバラやね。はい。でここでちょっとね休んだり、まあ、水分補給したりできるじゃないですか。はい、結構ね人も来てある声が聞こえますよね。すごいね、このケシの花の仲間やね。芍薬やね。芍薬は今ちょうど見頃です。でもまあね、これオープンカーではね限られた日しかやってないから。はい、こういう感じで奥さんかな、結構話してるね。これ何の花やろ。綺麗ね。やっぱりツルバラかな。これ面白い花やね、これ。うん、ね。はい、そんな感じ。こんにちは。はい、まあそんな感じでしたね。本日もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、期間限定で入らせてもらえる場所なんでね、まあ皆さんもねちょっとサッシがねよくねオープンガーデンのサッシとかね発行されてますんでね、それを手に、まあ、あるいはホームページがあると思うんでそれ見ていただいてね、オープンの時期なんか調べてまた来られてみてください。また来年ぐらいになるのかもしれないですけどね。ということで本日もねご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。